二階結婚式場で入り口から一階エントランスロビー、全景一階にある朝食バイキングを提供するカフェレストランマリーヌ客室最上階から稚内駅と北市場を望むサフィールホテル稚内は北海道稚内市にあるホテル。1994年開業の稚内全日空ホテルが前身であり、稚内及び東北のビジネスや観光、利尻島、 デブン島への観光の玄関口として利用されている。稚内マリーンタウンプロジェクト第1期の中核事業として1991年に稚内市などの出資による第3セクター稚内シーポートプラザを設立し、旧第3福港を埋め立て施設を建設した。ホテルは全日空エンタープライズに運営委託し、1994年に稚内全日空ホテルとして開業した。 開業当初から巨額の設備投資を回収できる業績を確保することが難しく赤字経営が続いていた。そのため、か内市を中心とした資金援助による向上的な融資が行われており、2008年には経営再建策として金融機関と協議の上で長期借入金の償還条件緩和を実施し、稚内市による追加融資は 議会で一旦否決されたが、その翌月には2億8000万円の追加出資が可決され、民間の株主にも出資を求めて、計3億円を増資した。それでも経営は好転せず、赤字は増え続け、2009年には事業譲渡に向けた検討を始めた。2010年に明治海運へ事業譲渡し、稚内シーポートプラザは旭川地方裁判所から、 特別生産の開始決定を受けた。負債総額は約17億6000万円となり、最大の出資者であった稚内市は議会において、北海道うちの自治体では初となる第3セクター等改革推進債を記載する議案を可決して債務を損失保障した。なお、可決された損失保障については当時の稚内シーポートプラザ社長であり、市長であった。 横田孝一の個人保障も含まれていた。年表客室レストランバーウェディング宴会、会議その他含みなど通り沿いに位置しており、か内市温水プール水夢館、北防波堤ドーム公園に隣接している。ありがとうございます。